真空手動連盟は、ボクシンググローブを着用し、突きや蹴りの攻防を主体とした直接打撃の空手、アマチュアキックボクシングの競技団体。通称は真空手や、グローブ空手とも呼ばれる。ボクシンググローブを着用した上で参加者のレベルに、応じて、K-2、K-3、K-4 の3クラスに分けられ試合を行う、直接打撃性の空手。 トーナメント戦のほか、ワンマッチ試合と呼ばれる延長戦なしで1回だけ試合するシステムを用意している。スポーツ専門のケーブル TV、ガオラナイ、格闘キングで定期放送を行っている。大会は2ヶ月に1度程度の割合で、交流大会と呼ばれる通常大会が東京、綾瀬の東京武道館で開催され、5月には年に1度の全日本選手権大会が行われる。 また近年では、関西地区でも普及が進み、大阪、京都を中心に、定期的に西日本大会が行われている。スローガンは、一歩前に出る勇気といじめ、しない、されない、許さない。精神的な成長を最も必要としているのは、強者ではなく弱者の立場にある人たちだということが、真空主導の根本とされている。なお、真空主の理念や、設立に至る経緯、 今日のルールなどについては2010年5月3日に行われた第21回全日本選手権大会のパンフレットに掲載された上村栄一真空手代表に聞く最強の空手の夢は夢で終わらせないに詳しいこちらの文章は真空手公式サイトに掲載されている PDF 文章へリンク真空手の特色に腰上八本ルールと呼ばれる 独自のルールを定めている。これは、試合時間内に相手の腰より上の部分に必ず8本以上の蹴りを出すことを要求するもので、規定に満たない場合は、判定時に減点される。これは、顔面攻撃が認められたルールのため、どうしてもパンチ主体になることを考慮し、蹴り技という空手の技術の維持と向上を起としたものである。各クラスには全日本選手権用に、 特別ルールが定められている。K-2GP では、試合時間は本戦3分となり、延長戦は2分で2回まで、2回目は必ずどちらかに勝敗をつける、マストシステムで行われる。レガースの着用は選手の任意となり、外してもか。K3GP では、銅の防具がなしとなり、K-4 では女子に限り銅の着用が、 選手の自由選択で認められる。K-2K-2 ルールは、基本的には、連盟公認のグローブ、マウスピース、ファウルカップ、レガースを着用、顔面への直接打撃を認め2分の試合時間内で、争う。延長戦は2分1回まで行われ、トーナメント準決勝までは、体重判定で、決勝戦は2回まで行われる。K-2 参加資格は、 プロの試合経験が一戦でもある選手は出場できない。ただし、前席が5千以下で2年以上試合をしていない選手は出場できる。K-3、K-3 ルールは、初心者用に用意されたクラスで、K、K-2 の装備に加え、ヘッドギアと、同プロテクターを着用、試合時間も1分30秒とされている。腰上への蹴りも6本以上とやや緩くなっており、 多くの真空手初心者がまずこのクラスに挑戦した後、K-2 へ挑戦している。比較的気軽に挑戦できることから参加者は多岐に、及び、真空手導連盟 E 以外の同好会やサークル、個人と幅広い層から参加者を集め行われている。また女子部や中学生部、高校生部なども用意されている。K-4、K-4 ルールは主に小学生を、 対象としたもので、K-3 の装備を着用の上主義での顔面攻撃を禁じて行われる。顔面攻撃を禁じた理由は、まだ体が出来上がっていない参加者も多く、試合は学年別、体重別で分けて行われるが、それでも個々の選手の体格や技術レベルの差が開いていることを考慮した上で定められている。腰上への蹴りは、K、K-2 と、 同じく8本となっており試合時間は計マイナス3と同じ1分30秒で行われる。近年、急激に参加者を集めており注目のクラスとなっている。試合スタイルは参加団体や選手の母体により様々であるが主としてキックボクシングが多い。ただし近年ではフルコンタクト空手や伝統派空手テ、テコンドー、日本憲法系、 少林寺系の選手などの多く参加している。スタイルが近いことから、キックボクシング、K1 などとの関係がよく言われ、実際、真空手で実績を残した選手が、キック、K1 などで活躍しているケースが多く、全日本選手権の重量級優勝者が K1 へ挑戦したりしている。また近年では、K1 甲子園の予選への協力なども言っており、その意味で、 プロへの登竜門として位置づけられている。こうしたプロとの関係は、真空主導連盟設立時の加盟道場のほとんどが、キックボクシングジムであったことにも由来しており、これは設立当初のスローガンが、プロを超えるアマチュアを、であったことからも、積極的にプロへ選手を出していこうという姿勢であった、ことが伺え、多分に、プロの株団体的な意味合いがあった。しかし、近年になってからは、 よりアマチュアの競技人口の普及に力を入れ、K-3、K-4 といった初心者クラスを開設し、必ずしも、プロ志向ではなく、自分へのチャレンジの場を提供するという方向へ、シフトしている。2007年度の全日本選手権大会では、それまで認めていたプロ選手の参加を禁止としたことも、よりアマチュアの大会を目指す姿勢を示したものと言えるだろう。とはいえ、 前日の K1 甲子園を含め、真空誌を経て、プロデビューする道も積極的に支援しており、同時に K-4 小学生の部などを積極的に進めていることからも、プロ思あま思考が共に参加できるシステムを目指していると言える。ありがとうございます。